の再発と転移について、手術で取り切れていなかった目に見えない小さいがんが再び現れたり、薬物療法、放射線治療などで一旦縮小したがんが再び大きくなったりと出現することを指します。治療した場所の近くで再発を指摘されるだけではなく、別の場所に転移として見つかることも含めて再発と言います。がん細胞が最初に発生した場所から血液やリンパを通り離れた場所に移動し増えることを指します。リンパの流れが集まるリンパ節や肺、肝臓、脳、骨など血液の流れが豊富な場所に転移することが多いです。血液の流れに乗って他の臓器や器官に移動し増えることを血行性転移と言います。リンパの流れに乗って広がった状態のことをリンパ節転移と言います。がんのできた臓器からがん細胞が剥がれ落ち、近接する体内の空間に散らばるように広がることを言います。以上でがんの再発と転移についてのご説明を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。